フィギュアスケート界の輝かしいスター宇野明する選手が長年にわたる競技生活の幕を閉じることを発表しましたその輝かしい成績とともに感謝の気持ちを示す宇野選手の姿勢が多くのファンや競技界に感動を与えました今後の彼の活動に注目が集まる中5月14日に行われる引退会見で彼の思いやこれからの展望が明らかにされることが期待されています 宇野晃する選手は競技生活を通じて多くの栄光を勝ち取りました彼のフィギュアスケートにおける才能と努力は世界中のファンに感動と感謝の念を抱かせました彼は15歳で世界ジュニア選手権で優勝しその後も着実に成長を遂げ18歳の時には平昌オリンピックで銀メダルを獲得しましたその後も個人や団体としての活躍は目覚ましく 世世界界選手権で2連覇を果たすなど、その名は世界に知れ渡りまし,たしかし彼の競技生活は単なるメダルやタイトルにとどまりませんでした彼のスケートには独自の魅力と表現力がありましたその美しい演技は競技場を越えて多くの人々の心を打ちましたまた彼の人柄やファンへの愛情も彼を支持する理由の一つでした 彼の SNS でのメッセージや公式発表での言葉からも彼の謙虚さやファンへの感謝の気持ちが伝わってきます宇野選手の引退は多くの人々にとって驚きでありそして深い感慨を呼び起こしますしかし彼の新たな道への一歩として受け入れる声も多くあります彼の引退会見が待ち遠しいのは 彼のこれからの活動や未来に対する彼の考えを知りたいというファンの思いがあるからでしょう彼の競技生活における経験と才能は将来のどのような分野でも輝きを放つことでしょう宇野晃る選手の現役引退はフィギュアスケート界に大きな感動を与えました彼の競技生活は多くの栄光と感動の瞬間で満ちていました 彼の美しい演技と謙虚な姿勢は、競技会だけでなく世界中の人々に多くの感動を与えました。今後の彼の活動には、多くの人々の注目が集まっています。5月14日の引退会見で、彼のこれからの展望や活動についての情報が明らかにされることを期待しつつ、彼の今後の活躍を心から応援しています。